ラビアンフルーレ実況プレイパート8やっていこう。前回で、ね、確か俺はお兄ちゃんを救おうとしてじゃねえわ、違うな、お兄ちゃんが俺を助けてくれたんだ。でお兄ちゃんが助けてくれたんだけど、なんか俺はお兄ちゃんに謎の恐怖感を抱いてしまったわけなんだな。でお兄ちゃんについていくかどうかってのを決めかねているところだ。そういうところだ。ラビアンフルーレ実況プレイパート8、早速やっていこう。で、ここで俺は選択肢を迫られている。ニーニーの手を取るか、ニーニーの手を取らないかだ。なんかな、取らないのも正解な気がするけど、取るのも正解な気がするんだよな。いや、前回ディーサスの時さ、思いっきり逆やっちまったからさ。手を取ろうって言ってたんだよな。手を取るとバッドエンドになる気がする。お姉ちゃんが人の命を奪ったなんてやっぱり信じられない。だってあの日、私たちは一緒に屋敷を飛び出した。前日もお父様に変わったところはなかったし、仮に亡くなっていたら大騒ぎになって、家出どころではなかったはずだ。それに、もし本当にお姉ちゃんが人を手にかけていたとしても、それでも私のお兄ちゃんなのだ。みんなに疎まれていた中、お兄ちゃんだけが優しく接してくれた。旅の間、自分を犠牲にして私を守ってくれた。昔も今もずっと変わらない。お兄ちゃんがいなかったら、今頃私は知らない男の人に嫁いで空っぽの人生を送っていただろう。まあ、そうだよな。どうなんだろう。だからお兄ちゃんを信じたい。あれ？やべえ、成功ルートだな、これ。一緒に帰ろう。一悶着ないの？地下牢を抜け出し、屋敷の廊下を進む。窓の外は真っ暗だったけど、地下にいた時よりは肌寒くなかった。地上に戻ってきてからか、それともお兄ちゃんと一緒にいるからだろうか。リフィア、歩けるかい？大丈夫っす。うん、平気だよ。ありがとな。気遣ってくれるお兄ちゃんに心からの笑みを返す。一人で閉じ込められていた時は後ろ向きになってしまっていたけれど、今は問題ない。周囲を警戒しつつ、私たちは出口を目指して歩いていた。お母様も私たちがおとなしく牢獄に入っているとは思ってないだろうし、油断はできない。でもこの静けさは何だろう。話し声、足音、気配、それらがほとんどない。昔の記憶ではもう少し使用人の方々がせわしなく働いていたと思う。人だけではなく物にも違和感があった。花瓶や絵画、骨董品から調度品、以前はあらゆる高価な品が飾ってあったが、あの時よりは殺風景だ。生活感がないとても言うべきか。ああ、懐かしいね。あの中庭、よく一緒に日向ぼっこしただろ。あ、そうなんだ、やっぱ兄弟で日向ぼっこしてんのか。お兄ちゃんの視線を追うと窓の向こう側が目に入る。夜のせいか思い出の中庭とは雰囲気が違うが、確かに私も覚えていた。うん、あそこで初めてお兄ちゃんと話して、それからはいつも一緒だった。あの時、ああそれで、ね、違う、俺いつもこれまんばらって呼びそうになったけど違うんだよね。まんばらじゃなくてバラバラな。バラバラで傷つけてしまったことはお兄ちゃんも広く後悔していた。でも私は本当に気にしていない。幼女になる前の家では私は存在しない子供として扱われていたし、こっちに来てからはお金を得るための手段として使われかけた。お兄ちゃんは違う。最初はよそよそしかったけど、そこに悪意はなかった。過小の制御については後から聞いたが、それは自分の力だけではどうにもならなかったことだ。似てる部分があったのかな。愛情に飢えていた私たちが引き寄せられたのは自然なことだったのかもしれない。なら幼女として送り出されてよかったのかも、なんて少し思ってしまう。あの日リフィアがいたから、僕は自分のことを、自分の過小を少しずつ信じられるようになった。ああ、やっぱりじゃあそうなんだ。お互いなんかメリットが、メリットっていうか言い方悪いね、なんかお互いに支えられたって感じが。私は何もしてないよ。したさ。実際僕は力を使いこなせるようになった。全部リフィアのおかげだ。お兄様、ありがとうと頭を撫でられ、小さく胸が鳴る。それなら私が不自由なく生きてこられたのはお兄ちゃんのおかげだ。屋敷で辛い思いをしてもお兄ちゃんがいたから平気だった。屋敷を出て苦しい思いをしてもお兄ちゃんがいたから頑張れた。だからこそ人の命を奪ったなんて信じられない。うん、俺も信じたくねえな。あれは、ちょっとわかんねえな。わかんねえな。俺のことを傷つけるやつ全部許さねえマンだからな。やってても俺はそんなに違和感ねえぞ。本当にお父様を、なんて聞けない。リフィア。鋭く名を呼ばれ、ハッとする。同時に肩を引き寄せられ、漏れそうになった声をどうにか飲み込んだ。
お兄ちゃんは一点を凝視しながら口元に人差し指を立てている。耳を澄ましてみるとかすかに反対側から足音が聞こえてきた。一旦隠れよう。小声で指示を出され、私たちは近くの部屋へ逃げ込んだ。静かに扉を閉め息を殺す。かすかにしか聞こえなかった音は次第に大きくなり、すぐそばで感じられるようになった。感じちゃった。扉を隔てた先で第三者の気配がし、ドクドクと心臓が、そう敬意を打つでいいのかな。緊張している私を気遣ってか、お兄ちゃんはずっと抱きしめてくれていた。ぬくもりが身に染みていく。不思議と気持ちが落ち着いていった。行ったみたいだね。かっこいい。やがて静寂が戻ると、私はため息、ためていた息を吐き出した。どうやらやり過ごせたらしい。ただ、すぐに出るのは不安だね。確かにな。少しここで様子を見ようか。お兄ちゃんの提案にうなずき、しばし室内を調べることになった。入ったのは書庫だったようで、至る所に本棚があるけれど書物も何も入ってなくて、非常には本が散乱していた。何気なくそれらを観察していると、ふと見慣れた単語が目に入る。何？歌唱についての書類。一番上にあった表紙には確かに歌唱という文字があり、下にあるものを見てみるとやはり歌唱について詳しく記載されていた。アイネブルーメと呼ばれる世界、そこで生まれた人は必ず手にしている一輪の花、持つ者に様々な力を与える花の恩恵、誰もが知っている基礎的なことから応用まで細かくまとめられていたみたいだ。何か見つけたのかい？いや、なんか歌唱の本があったんですよ。大したことじゃないと思うんだけど、歌唱についてこと細かに書かれた書類があったから、なんでこんなものがうちにあったのかなと。調べていたとしたらお父様かお母様だろうけど、歌唱に興味なんて示していたのかな。むしろお兄ちゃんのことがあったから遠ざけてるイメージがあった。そういえば歌唱の能力は内容によって利用価値があると父上がこぼしていた。ああ、まあお兄様の場合な、バラ製造機になれるしな。利用価値？ろくでもないことさ。過去の栄光を取り戻すために必死だったんだろう。想像に難くないのが複雑だ。私の縁談もお金を得る手段でしかなかったくらいだから、もう戻しておこう。そう決めて順番通りに書物を置いていく。その最中、赤い線で強調された文章が出てきて、つい読んでしまった。歌唱の力は一度目覚めた後も何かのきっかけで新たな能力を発動することがある。ああ、ディーサス君の時と同じか。それは初めて知る情報だった。花言葉を唱えること、条件をクリアすることで力を増したり、10歳前後で覚醒することは知っていたけれど、まだまだ歌唱には未知の能力が秘められていたのかも、いるのかもしれない。もうそうだよ。次回お前その力でディーサス作ったからな。そしてお父様たちはそれをお金にしようと企んでいたのか。利用できるものは全部利用するつもりで。私はそっと書類を元の場所へ返した。これやべえな。正解ルートっぽくね。意外にもエントランスホールまではあっさりついてしまった。注意しながら進んでいたとはいえ、ここに来るまで誰にも会っていない。何かあったとすれば道中誰かの足音がして書庫に隠れたぐらいだった。警備のおっさんはお兄ちゃんも気づいているのか、常に周囲へ目を配り私の前を歩いてくれていた。前方には玄関、施錠されている様子もない。少し扉を押せばきっとここから出られてしまう。ガバガバだな。セキュリティガバガバだぞ。お兄ちゃんを見上げる。私の視線を受け止め、お兄ちゃんは注意深く足を踏み出し、何？どうした？直後、足元に何かが突き刺さった。あいつじゃない？あの謎の女じゃない？床の上で光り輝いているのは探検。息を呑む私に反し、お兄ちゃんは無言で一点を凝視、注視していた。そこから微動だにせずに声も出さない。すると、何これ？焦がれたように階段のそばで影が揺らめいた。何？勝手な行動をされてしまいます。一枚絵が欲しいキャラ第2位、使い。感情を乗せない小姉には、聞き覚えがありすぎる。ありすぎる。聞き覚えがありすぎるか。珍しいな、なんか。花屋を訪れた時と変わらない姿で出てきたのは、私たちをここへ連れてきた張本人だった。あいつだな。その言葉、そっくりそのまま返す。うわ、この笑顔ちょっと怖いな。こんな状況でもお兄ちゃんは笑顔のまま。けれど、相手は挑発に乗らず、あくまで冷静だった。お戻りください。いやだよって言ったら、お二人に帰られては困ります。そう言われてもね。帰りてっす。呆れたようにため息をつくお兄ちゃんと、正直私も同じような気持ちだった。俺も同じような気持ちだった。無理やり連れ戻されて、目的を教えてもらえるだけではなく、一方的に威圧され、ここに残っていたいと思えるわけがない。従っていただけないなら
多少手荒な真似をさせて。やめて、乱暴な真似はやめて。門下に左右の廊下から足音が響き、ゾロゾロと男の人が姿を現した。ざっと数えただけでも両手の指では収まらない。どの男性も体格が良く、抜き身の短剣を手にしていた。あまり洗練されていない動きや野生味あふれる雰囲気は騎士というより傭兵っぽい。試着家も落ちたものだね。お二人がいらっしゃれば、かつての試着家を取り戻すことができます。どうか奥様を安心させてあげてください。むっちゃ言うなよ。奥様か。ところで、君に全ての指示を出しているのは一体誰かな。お母様じゃないの。突然話題が変わり、女性がマユネ、マユネでいいのかな、マユネを寄せる。それでも律儀に慎重に口を開いた。奥様です。でしょうね。なるほど。今回の計画は母上が企てたことで、その後の陰謀も全部母上が考えていると。母上ダウンしてるんだけど。あの女にそんなことできるわけないだろう。そろそろ出てきたらどうですか、父上。パピー生きてんの。え、予想だにしない単語が出てきて、一瞬張り詰めていた空気が消えた。お兄ちゃんだけが微笑んだまま長い沈黙が続く。一見穏やかな微笑なのに、そこに有無を言わさぬ圧が込められていて、なんか伝わるわ。確かに根負けしたように、やがてその人が現れた。お父様。最後の記憶より年を重ね、くたびれた三つ揃えを着たその人は、多少老け込んでいるけれど、確かにお父様だった。隣にはお母様もいて、寄り添うように腕を組んでいる。どうして？だってお父様は。久しぶりだな、二人とも。お父様。親殺しの息子と再会する気分はどうですか、父上。濡れ衣を着せたことは謝ろう。だがそうでもしなければお前たちに会えないと思ったのだ。なんでそんな不器用家族になっちゃったの。素直に帰ってきてくれと言ったところで聞く耳は持たない。リフィアを餌におびき出そうかとも思ったが、そばにはいつもお前がいる。お父さん分かってんじゃん。ああ、そっちから来てもらうほかない。実際濡れ衣を晴らしにお前は来ただろう。まあ確かにな、口車に乗っちゃった。私を置いて話が進んでいき、必死に頭の中を整理する。お兄ちゃんは誰の命も奪っていなかった。そういうこと。濡れ衣に関してはついでですけどね。ここに来た理由の一つとしては、あの場所とリフィアたちを守りたかった、それだけですよ。かっけえ。お兄ちゃん、あざまる。敵地へ足を踏み入れてからも、お兄ちゃんはずっと私を守ってくれていた。確かに、ずっと守ってくれていた。人の命を奪ってなんかいなかった。エコーかかっちゃってるもんな。よかった、俺もよかったと思うわ。少なからず疑ってしまった自分を深く恥じる。あー、じゃあこれごめんなさい皆さん、これは聖なる道でございますね。安心したあまり体から力が抜けそうになってしまった。でも何もしていないならお兄ちゃんだって反省すればよかったのに。証拠はあるのかとか、いくらでも追及できたはずなのに。あの時どうしてお兄ちゃんは何も言わなかったのだろう。確かに怪しいね。それで要件は何ですか。ああ、確かに。なんでお前らを呼んだの。まあ、そう焦るな。順を追って説明しよう。うん、頼むからこのパートに収まるぐらいにしてな。お父様は深い息を吐き出し、ゆっくりとことのあらましを語った。私たちが屋敷を飛び出した後、お父様は伯爵、私の本当のお父様に泣きつき、お金を借りていたらしい。けれど、返す気配がなく、借りる頻度ばかり増えるお父様に、今までの分を返済しなければ、家もろとも潰すと脅されてしまう。経営や読めない。なんちゃら読めないよ。によって維持していた装飾品や調度品を売り、返済してはまた借金をし、今度は使用人を解雇し、また借金をし、削るものがなくなると次は身寄りのない子供に手を差し伸べ、恩を着せた後で馬車馬のように働かせた。クソ野郎だな。性別や過小の能力によっては非合法的な手段で売り飛ばすこともあったという。闇に足を踏み入れすぎたお父様は次第にドツボにはまっていく。いつからか知らない男性に声をかけられるようになり、うまい話を持ちかけられるようになり、気がついた時にはお父様に借りた時とは比較にならない尊大な借金を抱えてしまった。何やってんだ。ダメだろ、お前のせいじゃないか。お父様のように生き優しいものではない。気優しいものか。気優しいものではないか。
返済は期限付き。日数が近づくために業面の人たちが屋敷を訪れ、利子が上がっていく。最悪だな。窮地に立たされたお父様は、身辺警護用に切らなかった紙幣を使い、私たちをもう一度捜索させた。じゃあ、あの使いってやつか。そして、王都ユンヌフルルルの、これ言いづらいんだよね。王都ユンヌフルルの市街地でようやく発見したそうだ。お兄ちゃんの名前を呼ぶ。黄色い声を耳にしたことがきっかけで、お兄ちゃん。やっぱモテるって罪だな。なるほど。まあなんか理解したわ。要約するとそのような感じだった。まあもっと簡単に言うと、借金にまみれて借金をしたら、さらに借金がかさんでしまって、すべての原因はこいつのお父さんである、まあお父様にあると。まだ話の途中だけど、すでにいろいろときつい。いろいろきつい、確かに。お兄ちゃんは何も言わないけれど、表情には明らかに苦言の色が、なんだっけ、部別か、部別の色があった。お前たちを呼んだのは他でもない。まずリフィア、お前にはエティエンヌ公爵の元へ嫁いでもらう。恐ろしいことをさらっと告げられて耳を疑う。そのせいは、昔の記憶が間違っていなければ、私が8歳の時結婚する予定ではないかった。あの人か。そんなに怖がる必要はない。実際に公爵と話してきたが、とても気さくでいい方だった。少女愛好家とのことだし、お前のことも大切にしてくださるはずだ。何、なんかそこの息子と結婚するんじゃなくて、その何、40歳ぐらいのやつと結婚するってこと？少女愛好家なの？嫌だな、なんか少女愛好家。何を言ってるのかわからないけれど、何か良くないことだというのはわかる。俺もわかった。お父様は本気で言ってるの？多分本気だ。それとも非道な行為を重ねすぎて、言葉の重みがわからないほど闇に染まってしまったの？あ、それもあるだろうな。そしてキスベルト、お前には今度王城で開かれる舞踏会に出席してもらいたい。あ、別にそれだけだったらいいんじゃない？ダメだ。今回は普段社交場に出ない第三王女も姿を見せるそうだ。体が弱く控えめな方のようだから、お前ならきっとうまく取り入れるだろう。なーに、その顔と外面の良さがあれば問題ない。クソ野郎だな。それはつまり、お兄ちゃんに王女殿下を口説けと言ってるのか。国王陛下の子供は確か他に第一王子様と第二王子様がいたはず。王位継承順位もそうだが、この国では女性は王位につけない。まして日陰にいる王女様なら、お父様の家でも望みが全くないことはないかもしれない。でもたとえ爵位があっても、今の屋敷の状態を王族の方は受け入れてくれるだろうか。確かに二人がそれぞれつながりを持てば、我が子爵家は繁栄の道をたどれる。お前たちも金と力が手に入る。悪い話ではないだろう。金と力だけが全てじゃねえからな。でも目をギラつかせながら喋り続けるお父様は、もう後戻りできないだろう。うん、やっちゃうかやっちゃうか、ニーニー、やっちゃおうぜ。お母様のように意地悪はされなかったが、小さい頃からお父様は私に無関心だった。私が何をされていても何をしていても何も言ってこない。だから決して好きなわけではなかったけれど、今はただただ怖い。これ以上耳を傾けていると、この場にいるとおかしくなってしまいそうで、迫るようにお兄ちゃんの服、すがるようにお兄ちゃんの服を掴んでしまう。そんな私を慰めるように、お兄ちゃんは優しく頭を撫でてくれた。柔らかい微笑みのまま、ゆったりと視線が移動していく。それで？あ、プッツン来たよ、これ。向けられた先はお父様たち。でも意味が飲み込めなかったのか、キョトンとしている。遺言は、以上ですか？やっちゃうね。これやっちゃうね。刹那、人が一人倒れた。何が起きたのか全然わからない。遅れて状況を確認し、床から生えてうねるわらばらと、床に突っ伏している使いの女性を視認した。お父様たちの顔色が一瞬で変わる。傭兵の人たちも突然のことで唖然としていた。呆然か。ごめんな、間違えた。絶対に僕から離れてはいけないよ。うん。なんか、離れたら俺まで刺されそうだから絶対離れねえ。耳元でささやかれ、ふわりと肩を抱き寄せられる。言われた通りギュッとしがみつくと、お兄ちゃんは満足そうに前を見据えた。二人を取り押さえろ。なるべく顔は傷つけるな。生かして捕らえろ。指示を出された傭兵たちが臨戦態勢に入る。お父様とお母様は安全な場所へ下がり、互いに身を寄せていた。クソ野郎だな。先に仕掛けたのは向こうだった。傭兵の一人が正面からこちらへ突き進んでくる。あ、死ぬぞ。避けようとしないお兄ちゃんへ、男性は大きく獲物を振りかぶり、
その体勢のまま倒れていった。お兄ちゃん強え。彼の背後では役目を終えたわらばらが伸びている。あれが男性の後頭部を殴り気絶させたようだ。そばで注視していた私ですら正確に認識できないほど命のやり取りは一瞬。連続で味方がやられるところを見ているせいか、他の傭兵たちはお呼び腰になっているっていうの。僕たちを捕らえなくていいのかい。あ、やべ、火ついちゃった。どっか楽しげに言いながらお兄ちゃんは軽く手首を回す。怖え。途端傭兵たちの足元から次々と鶴が出現し、バラが咲き誇った。そう、これ鶴って呼ぶんですよ皆さん。わらじゃないですからね。俺ずっとわらって言ってるけど、俺鶴だからね。違うからね。彼らがあっという間に花のベールに埋もれ、私からは様子がうかがえなくなってしまう。だが次の瞬間、引き裂くような音とのぶとい悲鳴が上がり、思わず耳を塞いだ。やがて全ての花が散った時、そこには傷だらけの男性が積み上がっていた。怖え。お父様とお母様が蒼白になっている。あれだけいた用心棒の方たちはもう一人も残っていない。標的になったと気づいたのか、二人は尻尾を巻いて逃げようとする。でもお兄ちゃんがそれを許すはずもなく、花言葉は死ぬまで憎む。怖え。力を引き出された鶴バラがさらに増殖する。四方八方から現れた植物は一斉に収束すると玄関扉を追い尽くした。引き剥がそうと躍起になっていたお母様が弾かれたように手を離す。バラにはトゲがある。素手でどうにかするのは無謀だろう。僕たちを引き離そうとしました。あー、やべ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 。ツルバラがお父様を捕らえる。トゲこそ食い込んでいないものの、読めない。羽がいじめ？羽がいじめでいいの？読めない。何これ？なんちゃらにしたい生き物は身動きすら許さない。僕のリフィア、泣かせましたね。あー、やべえ。ごめん、お父さん多分もう止めらんねえわ。ごめん、もうなんか開始エンドとかあるかと思ったけど多分止めらんねえわ。廊下の方へ逃れようとしていたお母様も一瞬で捕まる。獅子を拘束されてしまってはもう拘束すら、抵抗すらできない。その場から一歩も動くことなく、たった短い時間でお兄ちゃんは全ての敵を制圧してしまった。たくましいな。待て、わかった。見返りが足りないんだな。他に何が欲しい？金か？女か？何でも言ってみろ。いや、そういうことじゃねえんだわ。命乞いを始めるお父様にお兄ちゃんはひたすら冷たい眼差しを送る。感情を出さないお兄ちゃんの代わりなのだろうか、鶴原が私たちの周囲を囲み怒りを表すように波打った。あまりの入れてたにそれはお兄ちゃん自身に牙を向き、触れた一撃が肌に赤い線を描いていく。この力は制御が難しいと言っていた。ずっと安定していたのにそれが崩れてしまうほど、自分すら傷つけてしまうほど今のお兄ちゃんは不安定ということなのだろうか。だが不意に場違いなほどににっこり微笑んでみせた。怖え。父上、僕の過小についてご存知ですか。ワイルドローズさんやべっすよ。唐突な質問にお父様はもちろん私も親し、なんだっけこれ、もうね、ダメ、漢字がちょっと難しい今回。なんだっけ、うつうしげだっけ、なんだっけ。舐めを向ける。しかしお兄ちゃんはかまず朗々と話を続けた。僕の歌唱はバラ、でもただのバラじゃない、正確には黒バラです。黒バラなんだ。ちなみに歌唱の力が引き出されるのはリフィアに近づくものを排除する。うわ、黒いな。かっこいい。でもなんかちょっといいな。鶴バラがゆっくりと巻きついていく。お父様とお母様の首へ。お兄ちゃん、やめて、離しなさいよ、この化け物。ああ、プッツするね。これ私の声はお母様の悲鳴でかき消されてしまった。ひどい言葉を投げられているのにお兄ちゃんはどこまでも涼しげな顔で、化け物で結構、それでリフィアを守れるなら僕はこの力を誇りに思いますよ。お兄様、誰の発言も意に介さず力を強めていく。お兄ちゃんの意志に従うように鶴バラの締め付けはひどくなり、二人の口からかすれた息が漏れ始める。あのままじゃお父様とお母様が、まあいいんじゃない別に。もうね、主人公優しいと思うんだけど俺もう許可できない。あー、まあいいんじゃないかな。お兄ちゃん待って。必死に呼びかけるがお兄ちゃんは振り返ってくれない。いいね。体を揺さぶっても気がつかない。私の声が届かない。そうしている間に花は人の命を奪っていく。うまく酸素が回っていないのか、二人の顔はすでに真っ赤で、
限界に達してしまっていたら、限界に達してしまったらお兄ちゃんは、そんなのダメ。おじいちゃんがこんなことをしているのはきっと私たちの居場所を守るためと。だけどそのせいでお兄ちゃんに罪を背負ってほしくない。どうしよう。どうしたらお兄ちゃんの気をそらせる。呼びかける以外にできること、今の私にできること。過小の力は一度目覚めた後も何かのきっかけで新たな能力を発動することがある。戦国書庫で読んだ書類の内容が蘇る。一つの方法が頭をよぎった。言うまでもなく賭けだ。成功する可能性どころか何が起きるかさえ定かではない。だけどこのまま見過ごせば絶対に後悔する。大好きなお兄ちゃんに、大切なお兄ちゃんに手を汚させたくなんかない。よく言った。なんだ。私の口は自然とそのセリフを紡いでいた。とにかく気持ちを最大限に伝えるなら今はこれ以外思いつかなかった。私の歌唱はエンゼルランプ。力を引き出す条件は他者と心を通わせること。小さな思い出。発光？また発光？ん？ありったけの思いをこわめて叫んだ瞬間、世界が真っ白になった。小瓶の中にあった花びらがまるで生き物のように宙を舞い一つになっていく。眩しいほどの光を放つそれは、やがて天使が持つような純白の翼へと形を変えていき、あれどっかで見たぞ。片翼のそれはふんわりとお兄ちゃんを包み込んだ。平時では起こり得ない現象にさすがのお兄ちゃんも驚いているようだった。けどそれ以上に私も驚いている。夢中で力を使ってしまっていたが、お兄ちゃんの手を汚させたくない一心で夢中で力を使ってしまっていたが、こんな翼は今まで見たこともない。まさか本当に。疑問はあったが、おかげでお兄ちゃんの攻撃は緩まった。さっきまでの近づきがたい空気も消えている。今しかない。お兄ちゃん、これ以上傷つかないで。リフィア、優しいな。キスベルト。意味が伝わらなかったのか、お兄ちゃんは探るように見つめ返してくる。私も負けじと瞳に力を込めた。私、お兄ちゃんがいたから今も幸せに過ごせてる。だからお兄ちゃんにも幸せになってほしい。でもここで誰かの命を奪ってしまったら、きっとお兄ちゃんは幸せになれないと思うから、お兄ちゃんに傷ついてほしくないから、だからもうやめてあげて。お兄ちゃんのことはずっと前から好きだし、今もそうだけど、最近その気持ちがさらに膨れ上がってるのを感じる。私のためにお兄ちゃんが傷つくなら、それはもう私の幸せにはつながらない。もうそうだよな。そうなんだよな、結果としてな。ごめんな、ニーニー、多分俺のためを思ってくれてんだけど、ごめんな。お兄ちゃんは黙り込んでいたが、ゆっくりと息を吐いた。途端、お父様とお母様を締め上げていた鶴腹が引いていく。突然解放された二人は、激しく咳き込んだが、大事には至らなかったようだ。いくらか落ち着くまで待つと、お兄ちゃんはいつもの爽やかな笑みを浮かべる。リフィアに免じて、これ以上はやめておきますよ。その代わり、今後一切僕たちに関わらないでください。もし破ったら、今日の続きをしますね。怖え。さらっと怖いことを言ってるお兄ちゃん。恐怖で身が、なんだこれは、読めねえぞ。身が、読めない。反面、私は心の底から安堵した。一時はどうなるかと思ったけど、気持ちが通じたみたいで本当によかった。よかったな。約束が交わされたことを確認すると、お兄ちゃんは私の手を引いて歩き出す。気絶している傭兵たちに、震えている両親にも構わず、堂々とエントランスホールを突っ切っていく。さあ、帰ろう。わかった。まだバラの花びらが残る玄関が押し開かれ、風が髪を撫でていった。夜明けが近いのか、すでに空は霞んでいる。知らんでいるだな。最後に一度だけ振り返る。二人は何か仕掛けてくる様子もなさそうで、むしろ一刻も早くされと目で訴えていた。かわいそう。帰ろう。お兄ちゃん怒らしちゃいけねえからな、やっぱな。繋いだ手を強く握りしめて屋敷を出る。扉が大きな音を立てて閉まると、これで終わったのだと、やっと実感ができた。張り詰めていた神経と、押し殺していた恐怖と、何より睡魔が一気に襲いかかってきて。ああ、
倒れちゃったか。よく頑張ったね。お兄様もごめんな、ありがとうな、俺のために。囁くような声が心地いい。そう思ったらと同時に地面が遠のく。突然の浮遊感でびっくりしている暇もなく、気づいた時にはお兄ちゃんに抱き上げられていた。お兄ちゃん。こんな時間まで付き合わせてすまなかったね。まあ俺の問題でもあるからな、いいんだよ。そんなのいいから、あのこれ。私が動揺している理由なんて分かっているはずなのに、お兄ちゃんはニコニコしたまま下ろしてくれる様子などもなく、どうやら観念せざるを得ないようだ。そんな私を慰めるようにそっと額へ口づけが落ちる。おお、家族に対する親愛の証が刻まれる。ゆっくりお休み、リフィア。夜明けの空を背に微笑むお兄ちゃんはどこか神秘的で、ぬくもりがあまりにも気持ちよくて。いざなわれるように両目を閉じていく。暗い世界にいても怖くないのはお兄ちゃんを感じているから。お兄ちゃん、お兄ちゃま、おやすみなさい。あー、いいなぁいいなぁ、短編別ルートだけどいいなぁ。なんかしかもさ、なんか毎回このさ、プチエンディング流れんじゃん。プチエンディングがさ、曲違うのいいなぁ。いやー、面白かったっす。あー、大活躍っす。須田和樹さん、忘れねえ。あ、俺の好きな野原小百合さんがいる。黒崎キリトか。もうキリトだな、それな。キスベルトハッピーエンディング。いいな、なんか、深く切ないみたいな感じが。深く切ない感じの曲だな。いやー、ぜひね、お兄ちゃんと俺、リフィアには幸せになってほしいな。プレゼントバイコモンド。なるほど。いや、ディーサスのルートといい、なんか、お兄ちゃんのルートもいいな。花屋で目を覚ましたとき、まず視界に入ったのは、アロマおばさんだった。おはよう。気がついたかい。目が合った途端、勢いよく抱きしめられる。目覚めた直後の上、寝台で横になったままの私は、ただされるがまま。けれど、アロマおばさんが、よかった、本当に。と、つぶやきながら瞳を潤ませているのを見て、徐々に記憶が蘇ってきた。キスベルトから、話は聞いたよ。大変だったんですよ。真顔で切り出され、ぼんやりとしていた頭がはっきりしていく。視線をずらせば、室内にはお兄ちゃんの姿もあった。私は確か、そうだ、使いの人が訪れて、あの屋敷に戻って、お父様やお母様と再会して、決別して帰ってきたのだ。そこでようやく、ろくな説明もせずにここを出てしまったことを思い出す。きっと、アロマおばさんに心配をかけてしまっただろう。話を聞いたということは、一連の内容を知っているはず、知っているのだろうか。私の、生家っていうのかな、生家って生家でいいのかな、生家、うん、まあ何でもいいか。迷惑をかけてしまってごめんなさい。あのアロマおばさん。なんで。むくりと寝台から起き上がり深呼吸する。今から私が口にすることはおそらく迷惑気まわりないだろう。どれだけ面倒をかければ気が済むのかと言われそうだが、それでも私これからもここで一緒に暮らしたいです。アロマおばさんが不意を打たれたように項目する。わかんない、読まんねえ。事情を教えず去って、綺麗とは言えない出生のことを露見して、我ながら虫のいい話だと思う。でもお父様たちと接して、改めて家族について考えさせられた。屋敷を出てここに来て、自分がどれだけ恵まれているのか痛感した。私の居場所はここであってほしい。大好きな人たちに囲まれて、大好きな人たちと一緒に行きたい。そんな思いで恐る恐る見上げた瞬間、ん？アロマおばさん。ぎゅっと再び抱きしめられてしまい、間をついてしまった。しかもさっきより力が強いような。何を言うかと思えば。心の底から呆れたようにぼやかされてしまい、いたたまれなくなる。
腕の中で縮こまっているとアロマおばさんはそっと私を解放し、あんたたちは私の大事な子供なんだよ、好きなだけここにいたらいい。アロマおばさんありがとう。ここマジでちょっと泣きそうなんだけどちょっとガチで泣きそうなんだけど、俺一番やったの俺ガチで泣いてたかもしんない。向けられたのは日だまりのような笑みで、揺るがない無償の愛を感じたらそこにいるのはもうお母さんにしか見えなくて、アロマおばさん今度は私から抱きついてしまった。よしよしと背中を撫でられていると感情が溢れ出してしまって、ただ子供のようにすがってしまう。しばらくそうしていると不意にアロマおばさんが立ち上がった。さて私の方はこのくらいにしとこうかね、あんたのお兄さんが今か今かと待ち受けてるからさ。おどけたように言い残してアロマおばさんは部屋から出ていった。残されたのは私たちだけ。お兄ちゃんは常と変わらないように見ていたけど、うめやうめやうめや噛んじゃった。見えたけど、ゆっくりこちらへ向かって歩いてきて、私がいる寝台に腰をかけた。体は何ともないかい？ああ、ありがとうな、キスベルト。あんたのおかげだ。誰だこいつは？いつも以上に気づかわしげな声が降ってきて、何度もうなずく。お兄ちゃんがずっと守ってくれたから、平気。ありがとうな。それならよかった。安心したように微笑んで、ふわりと髪を、解いてくれるかな。壊れ物を扱うような手つきは心地よくてくすぐったい。そんな優しいお兄ちゃんを前にしたらどうしても聞かずにはいられなかった。お父様に何もしてなかったことどうしてすぐに言ってくれなかったの。あの時はバタバタしていて気にかける暇などはなかったが、落ち着いた今では少々複雑だ。お兄ちゃんが家族に手をかけたと聞かされたとき、本当に考えがまとまらなかった。俺もまとまらなかった。そんなわけないと否定しながら、どっか不満を抱いている自分もいて、ずっと大切にしてくれたお兄ちゃんを裏切る行為のように思えて、すごく辛かった。お兄ちゃんは甘い笑顔を引っ込めて沈黙する。その後にさりげなくこぼした。リフィアに信じてもらいたかったから、かな。ほう。予想の斜め上を行く返答に私は固まってしまった。試すようなことをしてごめんね。けど、何があってもリフィアには信じていてほしかった。これまで積み重ねてきたものは本物だと信じたかった。僕にとってリフィアは誰よりも愛しい存在だからね。ごめん。なんか正しい正しくないとかで選ぼうとしてごめん。お兄ちゃんが寝台へ膝を乗り出す。髪を解いていた手が私の方へ滑る。スキンシップなんて今までたくさんしていたはずなのに、どうしてだか落ち着かない。愛しているよリフィア。愛情に満ち溢れた言葉が耳たぶを撫でる。その熱っぽさに心臓が憧憬を打つ。これは一体自分の状態を理解する暇もなく、あらキスされちゃったんじゃないこれ。はあ、お兄ちゃま決め込んじゃったね。唇への違和感と視界いっぱいに広がるお兄ちゃんの顔。とっさに両目を閉じると噛むようなキスの雨が降り注いだ。なんだこれ読めねえ。なんだっけ、たくむ、わかんねえ。されるがまま抵抗もできず受け止めていると、ゆっくり体を傾けられる。気づけば私はもう一度寝台で横にされていた。天井を背景にお兄ちゃんが映って濡れた瞳に見下される。あまりに綺麗であまりに男性らしくて恥ずかしくてとても直視できない。動けずにいると体のあちこちへキスが落ちてくる。体のあちこちでキスが落ちてくるの。それはもう私が知っている触れ合いではなくて、お兄ちゃん、ん、なんか恥ずかしいからうまく力が入らず、どうにか絞り出せたのは消えりそうな声だった。お姉ちゃんの顔を見る勇気はなかったので、どんな表情をしていたかはわからない。ただふっと小さく笑う声が聞こえた。リフィアは僕のことをどう思ってる？好きっすよそりゃ。僕はリフィアのことを愛してる。家族として、一人の女性として。それはいつも与えられる兄の愛だけで、愛だけじゃなくて一人の男性からの愛だった。でも私たち兄弟なのに。あくまで義理だろ。
血はつながってないんだから問題ないはずだよ。まあそっか、そうだな。それはそうだけど、でも僕にこういうことをされても嫌じゃないだろ。それともリフィアは他の男にこんなことをされても平気なのかな。うわ、わかんねえ。他の男の人、お兄ちゃん以外の男性にキスされたり押し倒されたり、想像した瞬間思わずお兄ちゃんにしがみついてしまった。え、いや、え、お兄ちゃんじゃなきゃ、いや、リーサス、リーサス完全敗北じゃないか。口にしてから我に返る。とっさにお兄ちゃんじゃなきゃ嫌だと思ってしまった。心のありどころがなかった私をずっと支えてくれて、どんなものからも守ってくれて、いつも優しくて大切な存在だったのは事実だ。深く触れられて恥ずかしいことをされても決して嫌なわけではなかった。兄弟として育ったから頭ではそう思っていたけれど、心はそうじゃなかったのだろうか。私本当はお兄ちゃんのことを、自分でも気づきもしなかった気持ちに戸惑っていると、いつの間にかお兄ちゃんが静かになっていった。不思議に思って見上げれば珍しくぼーっとしているようだ。お兄ちゃん、どうした。声をかけるとようやく目が合う。そしてどっか困ったように微笑んだ。いや、ちょっとからかうつもりが、とんだ反撃を食らったと思ってね。反撃？私は攻撃なんてしたつもりはなかったのだけれど、周知のあまり無意識に手が出ていたとかだったらどうしよう。一人で焦っていると再び仰向けにさせられた。なんかやちょっとエロくない。頭を支えながら寝台に寝かされ、その繊細な手つきにまた胸が締め付けられる。まだ疲れが残っているだろう。続きはまた今度。セクシー。私の返事を待つ前に額へ柔らかい感触が伝わる。ふかふかした布団にくるまり、頭を撫でられているととても気持ちよくて、バラの香りに包まれながら私は少しずつ、読めない。嘘でしょ。最後の一言読めないんだけど。あー、キスベルのハッピーエンドになっちゃった。水浴のバラか。なるほど。うん、ちょっと長くなっちまったから今日はここまで。皆さんぜひね、このキスベルトルート良かったと思った方いたら、チャンネル登録高評価ボタン押していってください。次の動画でお会いしましょう。